どうも、もこと申します。はい。まあちょっとね、スプラトゥーンとかね、発売しつつ、さっきいろいろゲームにちょっと没頭しておりましたけれども、ちょっと今日からまたカレーを食う動画を上げてもらった。なんかまるでこのチャンネルがカレー専門チャンネルかのような言い回しでしたけど。これちょっと3、なんか一番辛いやつにしてみたんですけど、言うて辛くねえな。言うて辛くねえな、このカレー。そう、高校生選手権の県なんですよね、シャドバの。この週末、まあ、スプラ発売もあったけど、僕自身いろんなイベントがあって、まあ、その高校生選手権大会なんですけど、あの埼玉と東京行ってきまして、で、初日埼玉の大宮の方だったんですけど、まあほんの思ったほど参加者いねえなみたいな感じで、まあ和気あいあいと、まあなんだろう、まあ普通に楽しい感じのイベントで終わったんですね、初日は。あの大会に来てる高校生の人たちと対戦したりとかさ、うん、なるほど、やらせていただいたんですけど、こちらの関東大会、関東じゃない、東京大会、サンシャイン池袋、あの前回のレージの予選があった場所と同じなんだけど、そこでやってたんですけど、まあもう初日と違いすぎて、1000人ぐらい参加者いたらしくて、なんか300チーム、1チーム3人の団体戦なんですけど、300チーム計1000人前後、なんか高校生キッズがいたみたいで、すごいなんかね、前日と打って変わって盛り上がってるなと思って、ちょっと威圧されてしまいました。でそこでなんか俺ツイッターでも書いたんだけどさ、なんか歩いてたらさ、なんか対戦中の高校生が俺のこと見つけてさ、あ、モゴだっつって、あ、マジでみたいな感じで言うんですよ。そしたらその次にはちっちゃいっつって、ちっせあいつみたいな感じで言うの。俺それ聞いてさ、ちょっとテンション下がっちゃったわ。なんなんだこのクソガキどもだとね。まあそこは違うじゃん、うわかっこいいな、だろお前な、ちっちゃいって言ったやつ、まあ、次会ったらマジぶん殴るからな、お前思うとけよ。うん、あ、向こう先生やっぱ本物はかっけえなぐらいのことも言ってみせろよと、うん、思っちゃいました正直ね。お前人が来とんのに、お前しかも試合に集中せずに、お前俺の方みたいにちっちゃだろ、なんだの言いやがってよ。まあ若気を痛いって言うかな、なんだかんだ。でもね、会場の高校生のみんなね、まあ、対戦する時とかもあのすごい楽しそうにやってたし、サインくださいとか写真撮ってくださいとかすごい言われました。もうほとんどあんまり対応できなかったのもあったんですけど、でやっぱ中目を見張るはやっぱね、プレイングで、ね、今日大会の様子とか見たんですけど、モニター越しにプレイングがやっぱみんな上手かった。特にあのファイナリスト、その予選だから決勝は来月行われるんですけど、そのまま決勝進出するファイナリストを決める大会で、やっぱねそのファン、その最後の準々決勝かな、準々決勝、準々決勝ぐらいのプレイングから見てたんですけど、やっぱうまかったですねみんなね。うん、正直なんだろう、シャドバって別にさ、野球じゃない、野球みたいな感じでさ、高校生とプロとの間にそこまでその差なんてないわけですよ。うん、だからもうレイジの決勝戦と多分何ら遜色ないレベルの戦いがその場で行われてたんじゃないかなっていうふうに思ってます。うん、盤面に対する意識とか、あとなんか向こうのリーサル、まあ、ある程度その割り切りができしてるプレイングっていうのかな。うん、勝ちに対する執着っていうのがすごいやっぱ感じられたから、こういった意味でやっぱすごいなと思いましたよね、若い子って。うん、
このカレー辛いわごめん、辛いっす、これ辛い。思っていたより全然辛かった。こんな感じですね。で、今週末は毎週のシャルマ大会で名古屋と大阪にそれぞれ行くんで、こっちの方でもね、大いに盛り上がっていただけたらなと思っております。はい、はあ、やべ、辛い。ちょっとルーだけでも全部食いて、辛い。あ、スプラ2の方はやっとランク10にあってガチマッチも覚えるようになりました。辛い。オッケー、ちょっと米なんか残すというか、ちょっとラップしてなんか別の何かで食べます。ございました。